日産ディーゼル RN 富士 158EKC RN210CSN 富士9静岡バス日産ディーゼル RN および日産ディーゼルアン、スペースランナー7はかつて日産ディーゼル工業が生産していた全長7メートル全幅2.3メートルクラスの小型バスである。本校では路線系の RN 観光系のアンについて一括して記述する。 RN の運転席 KO レールランド展示車両元、京王 o バス東 D79,784 号車1996年9月26日から発売された RN は JP を一括導入した、KO 帝都電鉄の要望を受けて開発した全長7メートル、全幅2.3メートルクラスの小型アンステップ路線バス路線バスである。日産ディーゼルでは、 初となる小型路線バスで、京王帝都電鉄と日産ディーゼル、富士重工業の共同開発により誕生した。当時は、標準床と呼ばれた2ステップの小型路線バスは、すでに三菱不装、エアロミリ MJ、日野レインボー 7W、日野レインボー r b イスズジャーニー Q などの車種が存在したものの、バリアフリーの路線バスとしてワンステップの低床構造で、 車椅子用スロープ板を装着できる点では日本初の試みであった。1990年代はコミュニティバスが全国的に広がりを見せた時期であったが車椅子対応車両でも日の d s 線のように2ステップ車に電動リフトを取り付けたリフトバスが多く車椅子での乗車には時間と手間を要しまた床が高いため高齢者や幼児の乗降が 難しい状況だった。日産ディーゼルも路線バスのダウンサイジングの可能性を模索しており、そこへちょうど KO バスから JP や RM よりも小ぶりなワンステップバスをと打診されたことで共同開発がスタートした。KO バスグループ内ではそのホディの短さからチョロ級の愛称で呼ばれていた。首都圏など都市部で導入された後、経年により除籍された車両は、 現在このサイズの車両が生産されていないこともあり、地方の事業者へ移籍して使用されているものも多い。KCRN210CSN、RN 西九 96MCKCRN210CSNKO バス79,952号車1996年9月26日、発売。中型車の RM と同じ直列6機等の f e 六 e 型エンジンを、 横置きエンジンとして搭載し、三菱扶装、エアロミディ MJ 同様に、アングルドライブによって動力を伝達するが、日産ディーゼルではこの方式は、民生産業時代の大型バスコンドル以来であった。変速装置は FCT5 速マニュアルを採用。ドア形状は全中に扉降り度が標準で、車椅子の乗降に配慮して、幅広の扉を採用している。 小型バスながら49名の乗車定員を確保した。サスペンションはリーフサスのみでエアサスの設定はない。ワンステップのみの設定で車椅子用スロープ板が標準装備となっている。スペースの関係で中扉は折り戸のみだが一部にトップドア仕様の車両も存在する。窓形状は路線バスに多い逆 T 字窓が標準だが 一部に引き違い窓の車両も見られる。選択できる車体は発売当初は富士重工製 R18 型 E のみであったが翌1997年には西日本車体工業製 96MC も加わった。市販車第1号は京王バスに納入、西高生車体の第1号は西鉄バスに納入された。京王バスでは1996年10月より、 RN の営業運転を開始し、日本初の車椅子スロープ付き調停床小型バスとして大いにアピールした。京王バス専用の磁気式、バスカード、京王バス専用カードにも、K、京王マスクの RN のイラストがデザインされ、同様の文言が書かれていた。翌1997年に発足した初の分離し会社である京王バス東では、 京王帝都電鉄から移籍した大型車4台以外は新車の RN を大量導入して営業開始し、RN は同社のバス事業の収支改善と旅客サービス向上に大きく貢献した。京王バスに納入された富士重工 8E 車体で1997年以降の車両は京王より可愛らしさの表現を求められ、前後点と前面板に丸みを持たせたデザインに、 変更され、フロントマスクを丸みを帯びた形状に変更した、KO マスクと呼ばれる特注仕様で納入された。KO レールランドに特注マスクの車両が、保存車両として展示されている。また、KO バスの特注マスクの車両3台が除籍後に、日本航空が、羽田空港内で運行する無料シャトルバス、ジャルスカイシャトルへ移籍している。1997年には、 慶応グループの西東京バスでも一括導入が始まり、翌1998年まで全車が富士重工製車体で導入されたが、西東京バスでは特注マスク車は採用されていない。また、慶応電鉄と資本関係のある関東バスでも1999年3月に特注マスクの車体が丸山営業所に5台導入され、 最後の一台であった D601 号車は2016年まで稼働していた。日産ディーゼル車を主力としていた西部バスでも、コミュニティバス用に、富士重工車体の RN を導入開始し、1997年には、イルマ市、T ロードに3台、1998年から1999年にかけては、所沢市、所バスに6台が導入された。以降、 全国の事業者でコミュニティバスを中心に普及していくこととなる。西日本でも1997年に京阪グループの京阪宇治交通に富士中高車体の RN が8台導入され、これは西高車体の西鉄バスよりわずかに早く西日本発の RN 導入となった。京阪宇治交通で導入された車両は1999年1月11日付で、 京阪宇治港サービスに譲渡され、後にその分社会社である京阪宇治バスに再譲渡された。ただし一台は2003年初頭に京阪宇治港サービスの親会社であった京阪宇治交通に復帰後合併を行った京阪バスに移籍したが、2008年12月に除籍され浜松バスに移籍した。京阪バスは、これとは別に KCRN210CSN を2台。 導入している。2008年以降順次、京阪無事バス所属車両の方向幕は LED に変更された。京王バスで最後の導入となった1999年式の KCRN は、西高車体3台のみとなった。京王でも、この3台以外はすべて、富士中高製車体で導入されている。西高製車体の3台は、新宿パークタワーの東京ガスショールーム、 リビングデザインセンターオゾンシャトルバスとして使用されていたがシャトルバスの車両代替に伴い2台が路線バスに転用され調布営業所で最後まで稼働していた日産ディーゼルと RN を共同開発した海の親である KO バスでは同社の RN 全社引退にあたり2012年6月23日から同年7月8日にかけて 調布営業所に所属していた最後の一台で、チョロキューバスさよなら運転を行った。車両は手作りのボードで装飾され、乗客には乗車証明書カードと記念ステッカーが配布された。なお写真は、当該車両の府中営業所所属時代のものである。KKRN252CSN1999 年、平成10年排出ガス規制に伴い、モデルチェンジ。 KKRN252CSN となった。エンジンは出力をアップした FE6 回型に変更されている。その他の仕様に大きな変更はない。同1999年に富士重工が RN 系の車体仮装から撤退したため、富士重工 8E 車体はサンプルカー1台が製造されたのみで、大半の車両は西日本車体工業 96MC 車体となった。 富士重工 8E 車体で唯一製造された車両は、東観光バスが群馬県沢郡境町から受託していたコミュニティバス、爽やかで使用していたが、伊勢崎市への市町村合併に伴い受託終了。日本城タクシーに譲渡され、大阪市営バスの赤バス廃止代替として運行開始した日本城路線バスで使用されたが、乗り合いバス事業を北港観光バスに譲渡して撤退。 その後、八明運輸に再上とされ、岡山市中心部100円均一循環バス、めぐりんの京橋めぐりんで使用されている。1996年より1999年まで RN を大量導入してきた京王バス及び、西東京バスでは KKRN は導入されなかった。宮城交通でも自社発注車として KKRN を購入。 2000年11月3日に運行開始した長町ループバス、長町くんの専用車両として使用した後、宮城交通の一般路線車標準色に戻された。西武バスでは引き続き西高車体の経 k r l を3台導入、2002年式が西東京市、花バスに2台、2003年式が入間市健康福祉センター直行バス専用車として1台導入された。 花バスの2台は2012年まで、イルマ市健康福祉センター直行バス専用車は2018年に T ロードに路線再編されるまで稼働していた。RN シリーズはこのモデルを最後に2004年に生産を終了している。1993年の第30回東京モーターショーで、それまで全長7メートル級の小型観光バスを製造していなかった日産ディーゼルから、 全長7メートル、全幅2.3メートルの小型観光バスが発表された。他の国産バスメーカー3社では1980年代から三菱不装、エアロミディ m j イスズ・ジャーニー Q、日のレインボー 7M7W をラインナップしていたのに、対しかなり遅れての登場であった。翌1994年、スペースランナー7の名称で正式発売された。形式は、 U1210 弾。エンジンをミッドシップで搭載し、同クラス唯一の全軸エアサスを標準採用した。ハイデッカータイプで、車体は富士中工業製の R18 型 M、西日本車体工業製のスペースランナーボディが選択可能であった。アンケ形は平成10年排出ガス規制にも対応してラインナップされていたが、需要が少なかったのか、 生産台数はわずかとなり、平成16年排出ガス規制には対応せず、生産終了した。U1210 断然術の通り1994年に、正式発売。平成元年排出ガス規制適放車で、自然吸気の FE6E 型エンジン、または、インタークーラーターボ付けの FE6TA 型エンジンを搭載。FE6E 型エンジンは、 平成元年規制適合のバスでは唯一案にのみ、搭載された。車体は、富士重工業18型 M、または、西日本車体工業のスペースランナーボディが仮装された。KC 案211弾 KC 案250弾 KC 案250弾西部観光バス1845号車、U 案210弾に紹介料を施し、 平成6年排出ガス規制に適合させて1995年に発売。エンジンの設定は u a n 2 1 0段と変わらず FE6E 型と FE6TA 型だが自然吸気式の FE6E エンジンを搭載した車両が k c a n 2 1 1段インタークーラーターボ付けの FE6TA エンジンを搭載した車両が KC&250 段と形式が区別された。これは RM や RP も同じである。西部バスグループでは KC&250 段を4台導入し、1998年式を西部観光バス鞘山営業所で2台、1999年式を西部高原バス軽井沢営業所で1台、西部バス所沢営業所で,所業所で貸切車として1台購入している。 KK&252 弾平成10年、排出ガス規制に適合させるため、1999年に小規模な改良を施し発売。エンジンはターボ付けの FE6TA 型のみとなる。生産は少数にとどまり、本形式をもってスペースランナー7は生産を終了している。二千六年七月十三日、日産ディーゼル工業と三菱不送トラックバスは、 バス事業における提携を行い、相互に完成者及びエンジンの OEM 供給を行うことで合意したが、2010年に合弁会社設立協議及び OEM 供給の打ち切りを発表。このクラスの小型バスが再度販売されることはないまま、2011年に日産ディーゼルはバス製造事業から撤退した。ありがとうございます。